こんにちは。今日もビジネスで成功するためのマインドを学んでいきましょう。今日は第2回、生きることとはということです。生きることの意味とは、何だと思いますか？漠然と生きることとはといえば、まあ答えはいっぱい出てくると思うんですけど、生物学的に言うと、生きることというのは生きることとは、決断することと言われています。ですので、決断してずに、漠然と、あるがままに、生きているというのは、生物学的に言うと本来に生きているというものにはカテゴライズ実はされないようです。あなたは生きていますか？決断することが生きていることですので、私は、自ら決断しない人生というのは、まあ言ってみれば死んでいるものと同じと思っています。死んでいるものと同じというのは、まあ静的、スタティック、こう、まあ、本で読んだ知識とか、こうそういう知識ばっかり頭に詰め込んで、世の中分かった気になって何も決断しないで生きていくというのは静的な生き方、つまり生物学的な、まあ、死んでいる状態だと思っています。逆に生きてる、生物学的に生きてるというのは、動的な状態だと、ダイナミックな状態です。ダイナミックな状態で生きるためには、最初に言いました、決断することが重要です。この決断することが重要なんですけど、決断する時に判断の基準として、まあ、前回も言いましたけど、マインドセットというものが大事になってきます。ビジネスで成功するためにも、成功者のマインドセットは必要なんですけど、こう、 うまく生きていくための判断基準として、マインドセットを学ぶことによって、生きるための、基準ができるので、ダイナミックに生きていくことができます。ですので、ぜひ、マインドセットを、成功者のマインドセットというのを学んで、ビジネスにも生かし、ダイナミックな生き方をするためにも、ぜひ生かしていきましょう。では。